えーと、確か、北通路の、さらにもっと後ろの通路の、ここやな。これ、使えそうだ、やっけん。おやばいまだ選択肢選ばされてる。もう、こっからは自己責任でお願いしますっていうゲーム側の意図が伝わってくるぞ。黒崎なんかあるぞ。まあ、いかんか出す通り進まんから行くんやけどな。えーと、マップ的にはここに当たります。えーと、ま、あ、三つの部屋に入っていくしかないんですが、ここは手前から。 なんか、紙あるな。ここは、診察室かな。カルティカだった、机の上は。あれこのファイルは何だろう待って。ちょっと待って。あの、後ろのカーテン気になる。<laughs> なんか隠しとんちゃうだろうな、カーテンの向こう側。そんな感じの置き方してますけど、なんか。シークレットファイル。ゼロ。ゼロ。<laughs> 1以降見てないのいきなりゼロなんじゃ。 わぁマガタの顔写真が貼られたファイルを見つけた自分自身のカルテ何年11月18日生後間もない女児を教会で保護三、えー、着の傍らにはマガタと抱えた紙が添えられていた証券健康状態は良好性格おとなしく控えめである突起 えー、染色体検査または遺伝子検査により陰性であることが確認された被検対象年齢の10歳まであと2日10歳の子供をなんか研究の対象にしようやなつまりなんかこの期間はこの教会は孤児たちを保護していたのかなうわやべえ 10歳になる子供たちを保護という名目のラッチはしようじゃないの <laughs> 保護って言いながら見せかけでこれ集めたのは実験台にしようとしてるなこれ絶対に被験対象年齢の10歳もねって <laughs> 何のことだろうよ嫌な予感しかしませんね気にはなるんですけどいい予感はしませんね 他の資料を見つけたら何か思い出せるかもしれない。そうやな、ゼロって言うからにはさ、他の分、他のこの分のもあるはずないよ。これが気になるところ。特に何もなしか。ペンも調べても何もないだろう。机の中は調べれんし、これは注射針使用済みって。なんで使用済みってわかるん村地がべっとりついてんの。なんか液体かなんか。薬品だろ 硬そうなベッド。うん。これ、なんかあるだろ、これ。え、え、ベッドあ、ベッドの方か調べたんは。カーテンの向こう側とかじゃないんじゃ。とりあえず、まあ、結構重要なカルテが出てきたけんさ、それ以外のカルテもあるんだろうな、みたいな感じのが出てきたけん。割と重要っちゃ重要か。この部屋。でも、アイテム、手に入るアイテムとしてはだもうないんじゃ。オッケー。次。まだ部屋二つありますからね。こっち。うわ。 処理室か嫌な匂いはする。シチューが少し腐りかけていた。シチューか。わー、なんかすごい血がついとるもんな、全体的に。ここでなんかあったんだろうなって。ナンバー何 ?1 から6の数字を入れたらなんか起きるんじゃ。え、何これ厨房でこんなパスワード的なもん入れなあかんようなもんあるんこれ。何桁そもそもこれ。桁数なんか多そうだな、これ。 4桁だか。番号が違うようだ。まあ、知らんもんな。なにこれ。こんな厨房の引き出し、ロックなんかかける必要はあるいらんだろう。なになにを調理したいフグか。フグでも入れとんか。いや、普通の鍵でもいいだろう。物理的な鍵でいいだろ、お前。わざわざ、ロックするんか最近のフグ職人。フグの解体職人の間でのトレンドなんかな。 最近のフグ職人ってそんな感じなんかなまあ、昔のフグ職人知らんけどさ、俺は。ええー、とね、こっちは扉とないのは、<laughs> やばいはははは。ああ、これで飽きた瞬間、えらい目にアウトボタンがこのゲームではあるけんさ。でも行くか。よっしじゃ行くぜ。 いますね。でも人とは違うもんがいるような気がしますね。なんで暗いんでしょうね。電気つけといて欲しかったね。ああ、あら、グロい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 。意外とグロい。グロ注意ですっていうタイトルにしとけばよかった。でグロいグロい。な <laughs> あ人が倒れてる。あの子、人を食べてるのじゃあなんかこんなやつ、序盤にも見たな。やめて 逃げるしかないでしょ、そんな逃げろ、逃げろ。早くここから出ないと。ドアの前に出られない,い,い。回り込んでる。頭脳的プレイ。<laughs> 何このゾンビの頭脳プレイ。お前、頭いかれてねえだろ、お前。脳みそ腐さってないだろ、お前。うわぁ。えぇ、ー、<laughs> 最近のゾンビって、こんな頭使ってくるんじゃ。回り込んできやがったぞ。 待てここにクイックロードしたらダメで <laughs> 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 そうよクイックロードをさエンディングの選択肢選んだところからクイックロードするときあるけどさちゃんとクイックロード先ちゃんと見とかなあかんねんなこれ <laughs> こっちやないや待て逃げ待てここでもないここでもない間違えた逃げる選択肢しかないもんなこれ <laughs> ここやな。戻ってこな。ここ開けたらあかん。じゃあ、それ以外で、このパスワードのヒントになるものを探さなあかんな。でも、ここは全部調べ終われたかんなと。冷蔵庫。何もないな。だったら、ロックガール。こっちからは入れんだことが、つまり。入れるんかいって。あれ隣の部屋、ドア、こっちに繋がっとるんじゃないんじゃ。そもそも。てっきり、こ このドアからあかんけん、こっから入って、こう行くもんかなって思っとったらさ、違うんじゃへぇー。はあ、なんかすごいとこ入っちゃったよ。あ、なるほどね。確かに真ん中、部屋の中に入って、さらに通路があって、奥に部屋があるような感じのマップになってるわ。なんなんこの部屋。あ、でもさ、隣が調理室なんだったら、こっちは、 ご飯食べるところみたいな感じなんだよな。よくわからない絵、確かに。これは花の絵。机とか椅子とか調べてもしょうがないし。いや、よくわからない絵って絶対に何かあるよね、これ。わ、なんかパスワードに関係してきそうやな、これ。このよくわからない絵ってさ、点が5つ正面からよう見えるのかななんかないところがある。 くぼみがある。うわあ鍵が普通に出てきやがった。うわあサワザラ勝手に開いた。中に鍵が入ってるいや。直で鍵入るんじゃ、手に入るんじゃ。パスワードのヒントとかじゃなくて。いやでもこれもなんかヒントっぽそうでなんか、これだけ見て何ってやるかやんな。なんか、<laughs> レジスチュル、レジアイス、レジロックの目みたいな感じになるところだな。<laughs> ポケモンのレジ系。ここもしかして鍵 あ、使えるんじゃえパスワードのヒント、この先かなで、ここまだ来てなかったよねってとこまで来てしまった。まあ、手前から入っていこう。おーっと、図書室か。わ、なんか、中に、たけしがガクブルガクブルみたいな感に、ね、えいきなりなんかあるぞ鍵わ、トントン拍子で、シャープで。なんか序盤にシャープの扉なんかあったような、なかったような。あった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 。 これと同じの模様のあるドアを見た気がする。結構序盤の方な。えーとな。それ以外は何もないし、本とか調べたらなんか、そもそも調べれんのかな。調べれるけど何もないな。さすがに。うん。軍とか、そういう系のなんかちょっと物騒な、なんか頭の、あ大人向けの本ばっか。 同様とか、子供がおるんだったらそういう同様とかさ、そういう本ないのって思うやけどな。そういう本ないのって。まあ、調べても何もなさそうやな。ここは何もロックなかったっけん。じゃあそのシャープの部屋ってどこやったっけってちょっと思い出してみるわ。シャープの部屋どこやったっけって感じやもん、今。ここ全部ロックかかってないよな。まだおるんじゃ、こいつ。えーと、どこやったっけな、シャープ。 どっか鍵かかっとったよな、そういや。じゃあおい、前回のパート見返すとき分かったわ。どっか鍵かかっとってシャープがあったんよな、そういえば。<noise> まだおるんじゃ。そうか、まだあいつおるんじゃ、序盤におったゾンビな。あの子また襲ってくるかなっていう感じやけん。やばい、襲ってきそう。てかシャープの鍵の使いどころどうやったっけ え、どこやったっけガチで。シャープは。でも、い、え、この先だったっけ結構序盤だったけんさ、ここより奥じゃなかったっけその、最初の方やけん、ここから入ってきて、こう来たわけやけんな。行くしかないんちゃうん、シャープ使うには。ああ、ああ、ああ、あー,あー,あー下敷きラップはままだ。動かない。よかったで。死んじゃったのかな ま、もともと死んで言いながら動いているものがゾンビですからね。しょうがないんですわ。それが世の中を不条理ってやつですわ。知らんけど。ゾンビ事件があったけんさ、ろくに調べられてないけん、もしかしたら何かアイテムがあるかもしれんも。あ、ないわ。<laughs> なかったわ。うーん、握手しようか。ダメか。<laughs> この先。 レイバー用に行かなくちゃって言われてるからな。あ、これでええのか。こっち目的に行きよったもんな。えーと、どうだったっけドア。どこがシャープの扉だったっけちゃう、間違いだ。どこがシャープドア、こっちはドアがシャープか。確か。あ、これ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 。やっぱり、黒鍵だったみたい。部屋は何に使えていたんだろう あれ ?4 桁のパスワード何だったんだろうなまだ出てこんな4桁のパスワードのヒントっぽいはず。少し狭い部屋。まるで隠し部屋みたい。え机の上に何かある。あ,あ、来たワンじゃ。別の子供のファイルか。あれ何これあ,あ、来た来た来た,来た リーズし、臨床試験における研究記録。被検体12番に F 薬を投与した。24時間後に、容体が急変。すべての機能が活動停止。細胞分裂の過程で異常が生じ、腐敗。適合失敗、処理室へ。適合とかなんかあるんやな。何かを作り出そうとしとるって感じやな。で、体が、その薬に、 合わんかったけん、そいつが、その、被検体がお亡くなりになったみたいな感じか。実験記録やな。15番、G 薬とか、F とか G とかいろいろあるな。48時間後に絶命したかが、さらに4時間後に再活動。制御不能になった15番は、他の被検体を襲う。被害に遭った被検体にウイルスの感染が確認された。15番、ウイルスでどからな。 もうバイオハザードに出てきてもおかしくないレベルの日記ですけどこれ15番は20時間後に活動停止し腐敗感染した被検体の約8割はその場で絶命残りの感染した被検体は24時間の活動が確認されたが活動停止し腐敗感染した被検体から他へのウイルス感染も確認されたしかし感染後の経過はオリジナルと同様であった次のステージへ行くためには特定の時期に細胞増殖が停止する 異常を抑制する回路が必要だと思われるウイルス兵器どう考えてもウイルス兵器研究って被験体ってここの子たちなんてひどいことをほんまにエリシオンや死後の楽園になってるからなお前もう生きとる状態ではもう幸せなんかないよみたいなことを子供に植え付けとるようなもんやけんなでも今は 悲しんでる時じゃない。とにかく、ここから出て、それから、どうしたらいいんだろう。わからない。この話からしたら、丸、ま、太ちゃんはさ、10歳ぐらいってことだろ被験体として呼ばれとるってことは10歳前後ってことだろそんな子供が一人でどうやって生きていけるか話か。あれこれは何だろうどれ <laughs> 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 はあ、ああいやまさにその G, G か F か知らんけどそういう系の薬じゃないですかねこれこれは体に投与したら何時間かここにゾンビになるやつじゃないですかねそれなんかガチでバイオハザードの実写映画版で見たことありそうな感じのやつやん, <laughs> うーんこれがさその飲んだら子供になっちゃったみたいな少年サンデー的なノリだったらいいのになって思うやけどさ そっちだったらまだ良かったのになって <laughs>。うん。小さくなって探偵をするだけに収まるのにな。リーズし、主役 K! え ?FG ってきて、HIJK ってさらにどんどん進化して一挙ないかま K でないかお前。<laughs> リーズって、あの化け物のことこの液体でやっつけられるかもしれない。撃退体用の薬なの これも持って行こう。やっぱ化け物を作るようになったら、それに対抗するための薬も作るかっていう話か。あ、てことはあれか逃げれんかった。回り込んできてうまいこと仕留めてきやがった。あの頭のいいゾンビを倒せるんか、これで。もしかして。どうやって使うんえー、っと、どこだっけこっちじゃ。こっちだったっけあ、そう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 。これ使えばいけるんかなつまり。 これが手に入っていくから初めてここを入ればいい感じの感じか。なるほどね。これはさっき見た。どうやって使うんだろう、でも。こんな注射器的なもん。注射器みたいな感じのやつに入れられてもさ、ぶっかけるば合の。きた赤の液体落ちた。これか。これどうやって使うのおい、とっさりさ、どうやって使うのってなるよね、これ。 うわあっちへ行って投げつけると中の液体が噴射されて少女にかかった。これでいいんかなキレーよかったっぽい。体を溶かすような感じの埋まやつだったんかな少女は苦しみだして、やがて動かなくなった。はぁ、あ、はぁ、あ、あの子、死んじゃったの私は何ともなかった。 この液体は化け物になった人間だけに効くのかもん何か持ってる。なんだあ M の鍵マリオの部屋じゃ。レイーズマンションかなレイージマンション的な話かなこれ M の部屋。新しい鍵だ。そういえば、まだ行ってない部屋があったはず。あの化け物に襲われてた人、もう死んじゃったのかな、まあ、これで生きとったら逆にえってなるけどね。 アーメン。本当に本当に死後の楽園に生きていたらよかっ、いいのにな。え、なになんて医者なんこれ。あ、これ医者なんなんで医者って分かったん <laughs> なんでそういう服そうなんこれ。確かになんかナース服っぽいような気はせんでもないけどな。え、そうなん知らんけど。<laughs> 鍵か。どっかまだ六角か,かかっとったっけな。このパスワードの件、もう完全にスルーなんですけど、放置なんですけど。どっか鍵なんかあったまだ六角か,かかっとった鍵だ、えあったっけえ忘れた。<laughs> あ、ここか。あれ俺ここ調べんかったっけ 喋っってなかたんじゃだ。ここは何の部屋だろうまだ見ていないのはこの部屋が最後。外に出る手がかりがあるといいんだけど。え、ここそうか。ここだけか。残りの部屋。こっちにも部屋がかかっとって、ここは影かかっとって、この中に何かあるってことか。こういうのはもうなかったらええってあるぞ、お前。積むぞ、お前。積む積むやぞ、お前。積む積むやめろよ、お前。積む積むやめろよ、なお前。 なんだ、ボロボロの神と鍵。よっしゃ、鍵。地下通路地下通路地下があるんじゃ。いや、あるな。こういうのって大体地下で研究とかやってるから、あまあ、むしろ当て当然か、これ。なんか、ちょっと破れとるのかぐちゃぐちゃになったのか知らんけど、茶色いな。地下通路。アれゴニッキに書いてあった場所だ。地図には地上へ続く階段が記されている。 しかし、地図が汚れていてよく分けない場所がある。一体どうなっているのだろう地下に行けばきっと外に出られる。また襲われたら怖いけど、行かなきゃ。えむしろし。深いとこ行ってますやん。出れますかね鍵、ここかなあ、地下通路って書いてる <laughs> 地図関係ないやんもう。<laughs> <laughs> 地下通路って理解してるやんおまはーんってことはあれなんかな地下通路あまだ地下行ってないけんまだこっちのマップは地下用にはならんって感じか行くぜじゃあ地下行ってやろうじゃねえか地下への階段は暗くてほとんど何も見えない 足を踏み外さないようにゆっくり行こう。明かりぐらい欲しかったな。いや、調理室に明かりになりそうなもん一個ぐらいあったと思うんやけどな。持ってこればよかったやん。へえー、怖い怖いなんか誰かが歩いてきたら怖いっていうの場所来た。明かりがついてる。怖いならいけそう。 なんで明かりがついてんだよ。はっはっはっはやばいのが来るぜえー、地下にもあれがいるの音、近くなってるは、来やがるのか。どっかに隠れないと。右か左か。右か左か。比べかリ理論で右に行く時代は終わったんだ左だ <laughs> 早くどっかへ行って。 そうだこの部屋も調べてみようオッケーなんか引き出しにあるんかなこれも。お来た鍵王の鍵鍵どこの鍵だろ模様がある。きっと同じ模様のあるドアに使えるはず。な、ね、なによっしゃークラビカ理論信じてでよかったやっぱクラビカお前の時代は終わったんじゃざまねえな もういなくなってる。これならいけそう。どっちに進もうえ右のドアはこれ、このドアはこっち入ったらアウトなの分かった。やべだったよ、こっち入ってどんなアウトのなり方しったか、ちょっと見てみたかった感がある。ごめんな、みんな。<laughs> やべ今回はクラピカリ論でいった方がいいね。左来て、じゃあ次も左とはならんだろう。うここは右な気がするわ、俺。 あーなあなわーもうクラピカのことだか俺信じへんもう俺クラピカのことだか信じられへんあー来るんか握れるんじゃまだ握るよってやるんじゃでも左しかないぞえなにはいやー <laughs> ああ足速い系のゾンビなんじゃよこれ。<laughs> はい、皆さんもちょっとクラピカを信じてはいけませんからね。もうクラピカ理論で右に行く時代は終わったんでね、皆さん。この、今は左、右か左かで言えば左の時代なんでね、皆さん。よっしゃ、じゃあ右。えこれで右行ったらさ、さっきのクラピカ理論で右に行ったところと同じところ行くんじゃん。一瞬回ってくるんじゃん。前だろだろ ああそこ部屋があるどううしよういや、入るしかないでしょ、こんなん。だって、クラピカリローンで右に行くところに戻るんやで、さっきのところ右行ったら。<laughs> いさっきのところ右行ったら、クラピカリローンで右に行ったところはゾンビ鉢合わせて、またらい目に遭うんちゃん、これ。そんな感じのことじゃん、これ。開きますわ。入らんかったら始まらんわ。少し広い部屋だもんな。探すの大変かも。また引き足に鍵があるパターンだよ。 多分ね。<laughs> 完全な偏見ですから、何ありません。ないパターンありました。ごめんなさい。扉が2つ。調べても何も出てこんけんトラビラッカー、こっちはなんだ機材がたくさん置いてある。はい。こっちはえ、こっち調べれんのまず調べることすらできんの。えあ、ライト机の上か。 ファイル見覚え。これ礼拝堂で見たもドと同じだお、来たシークレットファイル2で。さらなる続きか、実験の。リーズ臨床事件の話がまだついた。被験体18番に、新薬 A の投与。あれ ?A? 前の日付とか見てなかったけどさ、ここに来て A なんじゃ。F とか G とか聞きとったのにさ、ここに来て A なんじゃ。18番に得意的な、いや、脅威的な能力に驚きを隠せない。この能力を十分に理解するには、さらに一歩を踏み込んだ研究が必要とされるだろう。この被験体は、非常に不安定な状態ではあるが、こ,この重要な課題である。引き続き、観察を継続する。ってわけでなんか、 FG ってきて、新しく A の薬ができて、それを売ったら、18番がいい感じに進むようって感じか。19番来た。新薬 B。18番と同様の得意的な能力を発現する。は、ちょっとうまくいき始めたってことか。つまり、うまくいき始めたっていう言い方もありやけどさ。ここで違えども、その能力が引いてているの変わりない。とても貴重なサンプルである。次のステージの鍵となるだろう。適合し始めてきたってことか。 さっきの記録の続き次のステージってどういうことだろう何ひなみざわ昇降君的な話なんファイルに何か挟まってる三角と見せかけてデルタだったりするかな、まあ、どっちでもええやガキこんなところにまる、あ、で何かに招変れてるような感じ何か嫌な予感がするけれどとにかく先に進まなきゃ

まっすぐ、え左、左、え覚えゲーだったこれもしかして。え右。あ、鍵これじゃんこれじゃん扉だだけど、あ、つぶれてて見えないどっちかの鍵が使える二択えそういうパターン確実は5分、えっと、2分の1。なにこれこういううんだみし的な話。 やばい、どっちだ三角止まる。丸三角四角。丸三角四角。四角がかわいそうだな。丸だよっしゃー俺の運も丸だえ危なー今の最後の追い込み何ゾンビ。空いたんだから行かせろお前粘ってんじゃねーよ。あうん 大丈夫。きっと、こっから出られる。よっしゃあ。俺のテンションも丸。え、なこれ突然どうしたえ、突然どうした何か思い出したかのように。思い出したかのように。そうだ。私はずっと、こっから出たいと思ってた。思い出したかのようにっていうか、思い出したんじゃ。スラバを眺めて、見たことのない世界に思いを馳せていた。でも、いつからだろう 私は外の世界を何も知らないはずなのに、少しずつ記憶が戻ってきてるでも今は先に進むことだけを考えよう。だんだんちょっと思い出し始めてきたんじゃ。なくなった記憶を。えラ、ー、もう、多いなぁ、今回お前えぇこっち来る うんや、やばい。またかー <laughs> またなんかーもうクラピカ理論の新人権右行かんからな、お前。まっすぐ行くぜ。やりークラピカ理論は新人像まっすぐお、来たじゃーんもうクラピカ新人の正解かな何どうしたああ <laughs> 最後の最後でクラピカ新人像のパターンかなこれもしかして。 一歩手前のここよ。ここでクラピカ信じて右かわクラピカ信じたらなんか変なとこいたなにこの扉ここは一体まだおるやん違うやつ前にもいる挟まれたそうだ目の前の部屋随分と厳重な扉逃げ込む人だな持ってる鍵が使えるといいけどえ、心ここ鍵なんえ、心ここ鍵なんこれ壊れたえ、なに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  ダメやないかーいあ、そうだ、ほほう、よう考えたら一番右やけん、クラピカ・リュロンに当たるんじゃないか、これ。そりゃあ右ダメだわ、一番左。えええが、かけらがさに挟まってドアがあかん。そんなー <laughs> バリエーションが豊富じゃ。<laughs> ドア開いてドラヤのリアクションに対するバリエーションが豊富じゃ。これかな開いたか開いたぜ しばらくはこの部屋から出られない。なんとかして抜き出さないと。よっしゃーなんだ何かい、ええー、まだなんかあんのあれでもなんかちょっと綺麗やな赤い目で白髪の少年が起き上がった。あの化け物どうしよう、早く逃げないと。君は待って、マルタえ、名前知ってる 怖がらないで。僕だよ。えー、っとー、アクセラレーター <laughs> どうして、<laughs> レベル5、学園都市第1学校におるんだって話なのからな。<laughs> ああ、そうか。この姿だとびっくりさせちゃうね。え超能力じゃなくて、そういう薬で、ああいう一方通行の力手に入れたのアクセラレーターって。そんな話になっちゃうからね。違うよね。で、それはそうと。 なんでここにいるの喋った。そりゃあゃるよ。マウダも連れ,られてえ連れてこられたのううん、違うの。ここはめちゃくちゃで、誰もいなくて、心細くて、不気味な子供たちも、子たちにも襲われるし、私ね、記憶を失ってるみたい。必死でここまで逃げてきたの。 それは、ひどい目に遭ったね。ごめんなさい。君のことをわからなくて。大丈夫。そりゃよりも、マルタが無事でよかった。じゃあ、改めて、自己紹介だね。僕は、レイ。改めて言うのも、何か変だね。マルタとはいつも一緒にいたから、お馴染なんじゃ。お馴染って言うんかな、これ。あの、とにかく一番近い、近しき異性なんやな。 わ、なんかそう聞いたら恋愛ものみたいな感じになるけどさ。近しき一斉って <laughs> レイ。れなんだか懐かしい響き。わ、もう一人の少年がおる。お手を要求されてる。あ,あ大丈夫うん、平気。ここ数時間は無理に思い出そうとすると頭が痛くなるの。 多分、記憶が戻り始めているんだと思う。あまり焦らなくてもいいよ。少しずつ記憶が戻るといいね。うん。ありがとう。ねえ、教えて、レイ。ここで何があったの実は、僕もずっと、こう、部屋に閉じ込められていたんだ。あ、ってことは何だろう。その薬に適合した子供たちだけがここに閉じ込めとる感じなんかな。 なんかそんな感じがするな部屋の数が少ないし。目覚めた時には曲が曖昧で。でも、思い出したんだ。この教会に来た日のこと。家族のこと。そして、地下で起きたあの悲惨な事故のことも。事故おそらく何かの手違いがあって、収容所から逃げ出した被験隊がみんなを襲ったんだと思う。え被験隊のこと知っとんじゃん、みんな。みんなっていうか、レイ。 あいつらの血液が傷口く力感染するとまるでゾンビみたいになるんだ。じゃあ、教会の人たちはみんな、レイは平気なの僕も実験でこんな姿にされたけど、今のところは。とにかく話はここを出てからだね。でも部屋の外にはまたまだあれが、大丈夫かな僕に考えがある。 合図をしたら次の部屋に向かって走るんだ。でも、大丈夫。僕を信じてほしい。きっと君をここから出してあげるから。うん。準備はいい行くよゴーえぐえんまて、走って うん強いよべし <laughs> って言って、強よ。ここまで来れば大丈夫。びっくりしたレイン、すごいね。君を救うために無我夢中だった。でもね、最近はかなり力が強くなってるんだ。薬薬の力や適合者やなるほど、そこが適合者たるゆえんなんじゃな。 大人数人数ががも楽に倒すことができるんだよや, <laughs> やばいやないかお前キャプテンアメリカやんもう作られて強くなっとるやんお前カメルライダーかキャプテンアメリカかお前は <laughs> そういう類のやつになったるお前すごいねそんなに強いならあの扉も壊せそうなのに僕もそう思って何度かが壊そうとここ見たんだけどあの扉は特別頑丈に作られていて壊せなかったんだたとえ部屋から出たとしても ここの連中にかなわないんだえー、どんだけ強いここの連中バケモンでないかお前例はそれなりにバケモンになってるぞその話から聞いたらお前ボたちは未完成で、答え差はあるけれど、定義的に薬を摂取していいと、やがて朽ち果ててしまう。悲しいけれど、それがなきゃいけれないんだよ。しかも、いろいろな薬を作っていて、逆らったらすぐ殺されてしまう。僕らの命は、 ずっとここの連中に握られているんだ。わ、だからエルシオンなんやな。死後の楽園なんやな。タイトルが、ひどい。偶然だったにしても、僕はあの収容室から逃げ出せたんだ。マルタ、ありがとう。うん。少し疲れたね。休憩しようか。 いや、まさかさ、別の少年と合流できるときが来るとは思わんかったわ。この少年おるんじゃな。仲間ができた。しかもすごい親しい。極王社刀マ丸太自身は、何もわからんのやけど、すごい親しい少年らしいわ。で、被験隊な内やな。被験隊の中でも、くっに適合できた被験隊ってことか。 まあ、ちょっと、教会の謎は深まるばかりやけど、実験をしている。実験をして人体実験された子供たちみたいな感じの話になってるな。なんかよくありがちなパターンの話やけど。というわけで、今回はここまでで、ワイトさせていただくぜ。ご視聴、いただきありがとうございました。え、え、そうか、そうか。地下北見、マップが。わー、やべえこの真っ暗な部分に何かあるってことは、一目瞭然だてか、部屋の数、おぉ部屋の数、およ 探索こするああ、方向オッチの俺、涙目